あの人間、確かイーゴンと言ったか。この辺りにはいないようだな。いや、守る。この声は、いや、声ではない。なんだこの感覚は。魔王長、そちらです。これが魂の律動。この声をたどれば。歪みし魂、今解き放たん。歪みし魂、今解き放たん。ルカンダへ、まさか同盟を結ぼうというのですか。ああ、元は一つの国だったルカンダとベイルゼが再び手を取りまとまろうとしているのだ。先を急ぐ。
です。世界の救済を進めるのだ。今日はショーの元にメッセージ。ライトニングボルト。糸口を貫く。世界の救済を進めるか。ありがとう。私にはその気持ちだけで十分。これでようやくルカルシャへ嫁ぐ覚悟ができたわ。さあ、そろそろ中へ入りましょう。俺は強くなってまいりました。歪みし魂よ、今突破だ。安らかに散るがいい。
近々ルカルダはファルーネに対し奇襲を仕掛ける。その戦いにベールでも加わってほしいと。奇襲を、どうしたの。これ人質となっているアメリアさんだ。安らかに散るがいい。この辺りからか、あの人間の魂を強く感じる。世界を救う力を。
ってきたのか。もしかして俺を神の戦士にしようというのか。それが分かっているならばなぜ拒んだのだ。俺はアメリア様を守りきれなかった。騎士という立場に縛られ誓い一つ果たせなかった。神の戦士となる資格などない。その悔いはお前自身の強さだ。私は世界を救済するため強靭な魂を求めている。世界の救済？この世界は滅びに瀕している。深海、地上界、お前の国の痕跡、お前の記憶も何もなかったことになる。死んでなお守れというのか。ああ、死の先を行く者よ。まだ戦う意志があるならばこの手を取るがいい。隠れていないで出てきたらどうだ。お前はエインフェリアを獲得したのか。誰かと聞いている。まだ何も知らないようだな。想像されたばかりか。ここは一つ試させてもらおう。そこそこに使えるか。どうやら味方ではないようだ。ならばどうする。オーディン様にあだなす敵討伐する。その運命終止符を打つ。もう一度だ。我が使命により貴様らを浄化する。立ちはだかるものは皆切り捨てる。
世界を救う力を。なぜヴァルキリーが私の邪魔をする？おかしなことを。むしろなぜヴァルキリーである貴様がそれを問う？どういうことだ？私の名はヒルド。貴様とはまたどこかで会うかもしれんな。オーディン様に敵対するなど。ヒルドだったか。見た目はヴァルキリーだが仲間ではなさそうだ。敵か味方かは関係ない。オーディン様の敵となる者は切り捨てるのみ。深海へ戻るぞ。わかった。オーディン様、地上界にてエインフェリアを獲得してまいりました。その際、黒い鎧のヴァルキリーらしき存在と遭遇、戦闘となりました。それでどうしたのだ？決着もつかぬ間に戦闘を離脱されてしまいました。オーディン様にあだなす敵ではないかと思い報告を。そうか。
先の戦争で親族はことごとく滅びてしまったはず。何者かは分からぬが、敵と判断して間違いない。お前も気をつけるがいい。は、承知いたしました。世界の救済はお前の働きにかかっている。頼んだぞ、バルキリー。お任せください、オーディン様。